ープレイ、こちらも 3x3x のファンの皆様でこれを上回る勢い盛り上げていってください。ヘルムンペース、皆さんお久しぶりですっつってね。お久しぶりです。もうついに今シーズンも開幕です。期待してください。頑張ります。もう俺ばっかじゃん。俺ばっかよ。大丈夫っす。いやでも俺何気にあれっすよ。初上陸っす、静岡。あんま、来たことないっす。別にいます。いやそうっすね。行きましょう。近い、おざっす。52分ダメだ。降りていきましょう。これいちいち。チャンネル登録よろしく。おはようございます。2024シーズン開幕戦です。おはようございます。はい、ということで、秋田としては、4年目のシーズンが始まりまして、今年は既存メンバーと、新しい新規メンバーがちょっと半々で、メンバー構成されているので、まずは開幕はこの昨年からいるメンバーで頑張っていきたいと思います。64番井出由紀です。今シーズンよろしくお願いします。しっかり決勝ラウンドで、勝つっていう目標を先シーズン立てたので、まずそこをしっかり突破できるように、頑張りたいと思います。応援お願いします。24番の日田義雄です。個人的に3シーズン目もまた秋田で迎えられて本当に良かったと思います。昨年は結構いいシーズンだったんで、もっとこういいシーズンにできるように全員で頑張りますので応援よろしくお願いします。背番号1番黒木英介です。個人としてはスティーラーズ2シーズン目、チームとしては4シーズン目なんですけど、開幕戦は去年から一緒にやってきたメンバーと一緒に戦えるっていうところで、よりチーム力の上がったスティーラーズを見せつけられればなと思います。頑張ります。こんにちは、13番今泉です。4年目のシーズンなので、今までのこう良いチームから今年は良くて強いチームになれるように頑張りたいと思います。個人的にも、チームとしては気持ちの部分だったりとか、来たらしさというところを出せるようにちょっと全力でプレーします。イエイエイ。感覚は全然大丈夫です。あんま風も今のところないんで普通に入るなって感じです。ただ暑いっす。よいっす。チャンネル登録。今シーズン始まりました。はい、今シーズンはですね、4シーズン目になるんですけど、なんだかんだ毎年開幕に向けてチームでいろいろ準備をしていく中で、準備としては結構今までで一番できたかなって思っていて、新メンバー既存メンバーとこう、いるんですけど、戦う姿勢とか、みんなでこう頑張るってところに関しては多分できてるんで、今日まず勝って今年のいいスタートを切りたいと思います。頑張ります。去年と比べて準備にかけてきた時間が多く取れてたんで、そこ出せれば去年よりいいバスケットできると思います。去年から成長した部分ってどんなことですか？去年から成長した部分、個人としてはこうオフシーズンも2ポイントに力入れてきて、もうほぼ毎日のようにシューティングしてきたんで、そこは確実に上がってるかなと思います。あとは本番で出すだけ。チームとしては、去年からちっちゃいんでチームプレーみたいなのが多かったんですけど、よりそこをブラッシュアップして、なおかつ個々人も日田とかはジムに行くようになったんで、でパワーアップした部分も組み合わさったら、もっと去年より勝ち星増やせるんじゃないかなと思ってます。よし、頑張ります。いや、まず素直にこう嬉しいですよね。やっぱまたこうやってプレーができるということに、感謝してます。でもトラの時間とも生まれてきたわけじゃないですか？別に今までが全くなかったわけじゃないですけど、もっとこうさらに、でも本当に意識ちょっと変わって結構仕上がってる感はあるんで、ちょっとかますだけですね。はい。成長した分ってどの分白いでしょう？俺も外のシュート2ポイントとかも練習でも結構打てるとき結構打つようにしてて、それを自分はそんなにこう打つ機会多くはないですけど、確率よく決めるっていうところを意識してやってるんで、ディフェンスもリバウンドもがっつりってことは変わらずやっていければなと思います。頑張ります。今日4シーズン目、どうですか？
今シーズン仕上がり。まあ先シーズンの、まあ、反省点も生かしつつ、今シーズンの強みも生かしつつでやっていければいいかなと思います。どうですかね、このチームワーク。積み重なっているものもあるし、まあ、新しく取り入れたものもあるので、そこをしっかりコミュニケーションを取って試合練習してきたことをそのまま試合で出せればいいかなと思います。個人的に自分パワーアップした点とか。僕はどうっすかね、なんだろう、よくわかんないです精度とかも、はい、まあ、練習してきましたし、あとはドライブのフィニッシュのとこももっと精度上げれるように練習してきたので、そこを発揮できればいいかなと。応援してくれる人に好きなんですけど、先シーズン結構決勝ラウンドまで行けなかったりとか、決勝ラウンド行っても1回戦で負けることが多かったので、今シーズンは、先シーズン以上に、しっかり結果を出して楽しませれるように頑張りますので、まあ、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。じゃあちょっと集中して、でここで一回ハドル組んだらもう一回向こう行って、じゃあ2024気合入れて頑張りましょう。キラーで行こう。私シロス。さあ皆さんのアドバンテージ、今日はみんなで楽しんだもんががっちり上げていきましょうか。参りましょう、開幕ラウンドです。選手の動線です。アポンプでございます。イエイエイ。ここからはドナワケルムンレース、こちらも 3X3X ファンの皆様でこれを上回る勢い盛り上げていってください。イデユキ、イエス、ワンポイント、ハローワンポイント、ノーマーク残る、パルーヤマン、ナイスプレイ、グッドプレイ、ナイスタッチ、イデユーキスコア、オーケー、ヤイズラウンド、中を突く、スポット、自らフォロー、田中へ落とす、で、ハンスクッション、手にした、スポット、ヒデのフォロー。さあ、ここからは皆さんのホームコートアドバンテージ、リジェクトした、ヤイズを突く、これもやろう。024ラウンド1ジャパンビクトリアカンファレンスプレゼンテッドバイヤイズゲームは秋田シーラーズ VS ヤイズ。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。風でもうお互い2ポイントが入らない中で、まあ、その戦い方をもっと早めに、例えば相手にわざと途中でやってた2出して、まあ、リバウンド取って攻めるとか、そういうのをもっと早めに気づいてアジャストできればまた違ったのかなっていうのと、あとやっぱ1対1のところで簡単にもうすっこ抜かれしてやられてたので、まあ、そうなるとやっぱきつい部分があるから、そこのやっぱこの1対1のところとか次、まあ、修正していければなと思います。三条ビターズですけど、まあ、戦い方はもう今と別に変わらないんで、自分たちのやるべきことをしっかりもっと遂行できるようにやるしかないと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。よっしゃ。まあ、純粋に、まあ、自分たちのこう出したかったところが、まあ、出せずに、まあ、相手のこうペースに先にこう行ってしまったところが大きいかなと思ってます。まあ、ただ予選リーグという形次あるので、そこちょっと修正して頑張ります。